で待たなきゃならんのだ。そうだね。私たち猫の妖怪さんを探しに来たんだよね。なんでこっそり天の邪鬼をつけてるの？ふふふ、モーバちゃんにはわからないよね。その猫の妖怪って確か猫だ。その救命猫はね、お腹いっぱい食べてから誰も知らない場所に行って眠ったり日向ぼっこしたりするのが大好きなんだよ。はあ、なぜか羨ましいような気がする。いてー、なんだ。とにかく彼女を見つけるのは簡単じゃないってこと。だから天の邪鬼をつけるしかないの。そうなの？あれ？ちょっと待って。天の邪鬼の尾行と救命猫探しって、本当に関係あるの？騙しちゃ嫌だよ。あれ？今言わなかったっけ？天の邪鬼たちはいつも下町で悪さをしてるでしょ？じゃあなぜ悪さを続けられてると思う？なぜなんだ？へへん。聞くところによると、ずっと彼らを手助けしてるのが救命猫で、むしろ救命猫こそが彼らの親分っていう噂もあるんだよ。どう？もうわかったでしょ？わかったっちゃわかったが、いつまで待たねばならんのだ。その薬を見つけられないまま、誰かに飲まれちゃうかもしれない。それは…見て、とんでもないことが起こったみたい。いっかねえ、逃げろ。やっべえ、捕まっちまう。そうよ、この人よ。薬が盗まれたあの日、お店の玄関先で寝てたのはこの猫の妖怪よ。にゃははは、早くよこしにゃ。おー、わかった、受け取れ。もう行くにゃ、にゃはは。ありがとにゃんだにゃ。ガガ、行こう。逃しちゃダメだよ。なになに、追いかけっこ？カエルさん、私たちも負けられないね。誰が先にあの救命猫を捕まえるかって勝負だろ。負けるはずがねえだろ。早く走らなきゃ負けちゃうよ。急げ急げ。わかってるって。ジタバタするんじゃない。しっかり捕まってろ。行くぞ。そこの救命猫さん、止まりなさい。盗んだものを返して。ん？にゃ？お前もうバじゃねえか。ぎ、絶対捕まらねえから。もうバちゃんが追いつきそうだよ。もっと早く。わかったわかった。ちくしょう。今日のガガはやけに早いな。この頃食べて寝てばかりだったせいだよ。もうやばいよ。あいつモーバちゃんに捕まえられちゃう。お、救命猫が軒じゃなくて屋根に飛び上がったぞ。なんだ、その手があったか。ねえカエルさん、屋根の
の方が早いかもだよ。私たちも上がろうよ。勘弁してくれ。俺はあんなに飛べねえぞ。ほんと情けない。じゃあ向こうの階段で上がろう。救命猫を逃がすわけにはいかないから。向こう側から上がるなら蜃気楼の中に入るってことだな。よっしゃ、捕まってろよ。ガガに負けるなんざありえねえからな。ふん、どうだ、数百段の階段なんざ俺様にはへでもねえ。さらっと駆け上がってやったぜ。変だな、モーバちゃんと救命猫の姿が見当たらない。俺に引き離されてまだ上がってきてないのさ。こら、頭の草を引っ張るんじゃない。あそこ、二人ともたぬき居酒屋のところにいる。早く追いかけて。遅いよ、遅すぎる。こんなんじゃ負けちゃうよ。裏の階段、モーバちゃんたちが上がっていったよ。また上がれってか。勘弁してくれよ。ところで、その階段の先は高級客室区域だよな。あいつら高級客室で何しに行ったんだ。そんなのどうでもいいでしょ。急がないと救命猫がモーバちゃんに捕まえられちゃう。思うんだが、最終的に救命猫を捕まえればそれでいいだろう。だからゆっくり上がろうじゃねえか。ゆっくりしてたらモーバちゃんに負けちゃうかもしれないでしょ。やだ、モーバちゃんに負けたくない。けどよ。高級客室のお客様、お食事の後こちらの水力昇降カゴをご利用になれば客室にお帰りいただけますよ。昇降カゴ？何それ、今すぐ上の客室に行けるってこと？え、あ、はい。ご利用になる場合ここで少々お待ちいただければ結構です。なんだか面白そう。カエルさん、乗ってみようよ。ねえねえ、早く行こう。これインチキじゃねえのか？違うよ、早く。昇降カゴすごい。それにしても遅いね、モーバちゃんたち。モーバは救命猫を捕まえたんだろうか。そう。あ、あそこで何か売ってる。大福かな、美味しそう。ねえ、私たち。何考えてるにゃ。私を捕まえようなんて100年早いにゃ。お腹すいたにゃ。ここにはうまいものあるかにゃ。うわ、バカ高いにゃ。こんにちは。ぎえ、見つかったにゃ。捕まっちまうにゃ。ガガ、救命猫がいたよ。今度こそ逃がさないから。あれ、山あさぎちゃん。ふふふ、今回も私の勝ちだね。何よ、別に勝負なんてしてないし。それより、あ、気をつけて、また逃げようとしてる。逃げるの？救命猫、どこへ逃げるつもりなの？いや、また捕まっちまったにゃ。見つかったのがまずかったにゃ。にゃら、こうするしか、にゃい。ふんふん、百分カルタだね。言っとくけど、この数日一度も負けてないんだから、覚悟してよね。
あなたの刀に。頑丈。俺様の出番か。私の的はどこ？弓道は人者の術。剣を持ってこい。春の風が満開の知らせを運んできたで。あなたの刀に。一位先進。この刃に迷いなし。妖刀はすでに鞘から。うっち、うっかり酔っちまった。それ。この刃に迷いなし。私もまだまだ。治療はうちに任せなはれ。呼んだ。やっぱりみんなの力になれなかった。あんたに罰を与える時が来たさね。坊やが無事でよかった。あんたに罰を与える時が来たさね。ありがとう。早く風のごとく。酔わなきゃ帰れねえぞ。そろそろ本気を出すか。その罪死をもって償え。ほら、探検。体勢を立て直します。妖刀の力全部私のもの。本当に私が目を覚ます頃。見せてやろうじゃねえか。新たな意志、新たな自分。
歪む、打ち起こし、引き分け。妖刀の力、全部私のもの。この三剣があんたの生死を握っている。悪党退散。坊やはぐっすり寝てるさね。やった。この三剣があんたの生死を握る。みんな、今日も元気いっぱいに行きましょう。逃げなさい。私が全力を発揮しないうちに。もうおしまい。さあかかってこい。この一撃を受け止められるのかい。その罪、死をもって償え。まだ終わってない。早く風のごとく。やられたにゃ。残念。私って本当すごーい。今さら説明の必要はないでしょ。おとなしくあの薬を返しなさい。薬？にゃんの薬？うちのお店から盗んだ藻場刀のことだよ。にゃんの話？藻場刀ってにゃんなの？あんた知らないの？おかしいなあ。あんたが犯人だって箱の少女もヨーコも言ってたのに。あの日うちのお店の前をうろうろしてたのはあなたでしょ？バレちまったにゃ。でももうどうにもならないにゃ。どうにもならないって？核の姉子はあの小娘に、にゃまいはホタルグサだけど、もう薬を飲ませたはずだにゃ。そんな、どうしてそんなことするの？モーバちゃん、これって、最悪の事態になったってこと？うん。そのホタルグサを絶対に見つけなくちゃ。困ったな、もう。その薬に悪い薬効があるなら急いで何とかしないと。うろろろろろろ。この大福を食べてから行ってもいい？あ、そうだ。ねえ救命猫、あんたのおごりだから。お断りだにゃ。ここはバカ高いからダメにゃ。